国土地理院の空中写真より、狛江駅の左に見える緑地が、狛江部在天地特別緑地保全地区。狛江部在天地特別緑地保全地区の、看板狛江部在天地特別緑地保全地区は、東京都狛江市元泉にある特別緑地保全地区。小田急小田原線狛江駅の北口ロータリー付近に、置市、雲、松山線流寺の境内を呼び、 ベザイ天地を含んだ2.1ヘクタールが指定されている。このうち0.476ヘクタールは管理区域となっており、市民の手によって管理がなされている。駅のすぐ近くにありながら、自然に近い状態の緑地が保全されており、野鳥や昆虫の住み所とも伴っている。泉粒寺境内と管理区域に大きく分けられる。泉粒子の敷地には、ベザイ天地が含まれる。 また、管理区域は、保全、回復ゾーンと散策ゾーンに分けられている。泉隆寺総統州の寺院である。伝説によれば、765年に、東大寺を解散したことで知られる、両弁僧図によって、交渉州、家言州県体の寺として創建されたという。ただしこの伝説に史実としての確証は得られていない。境内には、本堂や山門などの建造物のほか 境内林が保全されている。また、境内の南東に、ベザイ天地がある。ベザイ天地は、本地区の泉という地名の由来となった池である。江戸名所図絵などに書かれた伝説によれば、奈良時代、全国的な干ばつが起こった時、両弁相図が雨乞いをしたところ泉が湧き出したという。また、江戸名所図絵によれば、池の中島に、 両弁作と言われる蛇形の弁天像が置かれた。現在、この像は、泉隆寺に収められている。立川南急の浅い谷にあり、砂利層を通って地下水が湧き出していた。この泉は、いかなる干ばつでも枯れることはなかったと言われていたが、1972年に湧水が途絶えてしまった。現在では井戸を掘削することにより水が確保、されている。 かつては、米在天地を水源とした清水川が流れており、周辺住民の生活用水として使われていた。1967年までは、泉流寺に水源具を治める慣習が残っていた。さらにかつては、川を遡上した魚が生息しており、沢ニ、イモリ、モエビ、ハヤ、アユ、ウナギなどの姿が見られた。また、夏にはホタルを見ることができた。管理区域内。 中央に見えるのはヒマラヤ杉。管理区域の土地は、もともとは泉隆寺の境内地であった。また、一時期は荒木貞田邸があった。現在は小前市が所有している。保全、回復ゾーンは保全のために柵で囲われており、通常は立ち入りが禁止されている。ただし、毎月第2日曜日が定期開放日となっており、市民のみならず、 市外の人にも開放されている。定期開放日以外にも、臨時で開放日が設けられることがある。散策ゾーンは常時開放されており、木々の間を通って散策できる。この散策路は通勤、通学の際にも利用されている。敷地内には、ヒマラヤ杉、スダジー、白菓など80種類の樹木が300本以上、植えられている。これに加えて、 妄想地区が約120本生えており、この竹は狛江駅北口広場からもその姿をよく確認できる。また、敷地内には人工で掘られた氷炭池がある。この池の水はベザイ天地から引いている。さらに、ヒヨドリ、メジロ、カワセミなどの野鳥の姿を見ることもできる。管理は狛江ベザイ天地特別緑地保全地区市民の会の 手によっている。市民の会は、管理区域の清掃や、開放日における案内などに取り組んでいる。また、生態系モニタリングも実施している。ザイ天地とその周辺は、ザイ天地遺跡に指定されており、2010年までに17回に渡る発掘調査が実施されている。調査では、旧石器時代の遺跡が発見されており、また、縄文時代の住居跡も見つかっている。 原始人、古代人も、ベザイ天地の遊水を利用していたと考えられている。古墳時代には、現在の狛江市内の区域には、数多くの古墳が作られ、後に狛江百塚とも呼ばれた。ベザイ天地遺跡内でも集落が存在したと推定されている。奈良時代から鎌倉時代にかけての狛江市の様子は詳しくわかっていない。戦国時代、 泉隆寺は衰退した状態であったが、1590年の徳川家康関東入国後、石ヶ谷清与貞によって整備された。江戸時代、本地区のある地域は泉村と称され、彦根家、や旗本石ヶ谷や旗本松下家の三家が分割して支配していた。1609年に六号用水が開作された。六号用水は本地区の北側を通り、 野川へとつながっている。さらに、当時、米罪天地から湧き出た水は、清水川となって、野川へと流れていた。江戸時代の泉村は、六号用水などを利用して、農業中心の生活をしていたものと推定されている。明治時代の狛江も、農村で、二十歳が多かった。泉隆寺には1872年に、公立館、厚む学者が建てられ、 1889年から1923年までは役場も置かれた。1926年には現在の管理区域の中に松の葉という料亭が建てられた。この料亭は垣根で池の周りを囲んだため住民は池の水を使えなくなってしまった。1927年、住民が 雨乞いのために垣根を壊して池に入り込み警察が出てくる騒ぎとなった。この事件は関係者である当時の村長の排斥運動にまでつながった。これ以後池に垣根が作られることはなくなった。1927年小田原急行鉄道小田原線が開通し同年に狛江駅が開業した。駅周辺は1937年頃から 宅地化が進んだ。この当時、米材天地の大きさは約200平方メートルで、1分間に約9立方メートルの水が湧き出ていた。水温は季節を通じ摂取13.1度。この水を利用して、四つ区教育会は、池の南に50メートルプールを作った。第二次大戦後の高度経済成長期になると、小前は住宅都市として発展し、 人口は急増していった。その中で、六号用水は昭和40年代に埋め立てられた。さらに1967年には、ベザイ天地が初めて干上がった。これは、地下水の汲み上げ量が増えたためだと考えられている。その後、再び湧き出すこともあったが、1972年を最後に湧水は途絶えた。一方、 1973年には、ザイ天地遺跡で初の発掘調査がなされた。また、同年3月、ザイ天地が、狛江市史跡第1号に指定された。狛江駅北口付近から見た、狛江ザイ天地特別緑地保全地区1962年に定められた都市計画では、現在の管理区域を含む狛江駅北口周辺には、 駅前広場と道路が作られることになっていた。この都市計画をもとに、1979年から、狛江駅北口再開発計画が進められた。この計画では、泉隆治境内に、幅16メートルの道路が通り、現在の保全地区及びその周辺は、駅前広場と中高層ビルが建てられる予定となっていた。この計画は1982年、 狛江駅北口畜市街地再開発等調査整備構想案としてまとめられ市民に公開された。しかしこの計画には反対の声が上がり住民によってこの年から反対運動、緑地保全運動が盛んになった。この運動には泉隆二も加わり市長に陳情書が出された。1984年市長は 関連住民の理解等が得られるまでは次の段階に進まないこと、計画や情報は公開して、話し合いの場を設けることを文書で約束した。反対住民は、この再開発計画は自分たちだけでなく、市民全体の問題であると考え、賛同者を募った。そして、任意団体、狛江駅北口問題を考える市民の会を発足させた。狛江市は、 このまま再開発計画を進めることは困難であると判断し、市が作った案を棚上げした。そして、考える会を整備計画を進める組織として位置づけた。市は市民に対して考える会への参加を呼びかけ、考える会は市のアドバイスを受けながら計画案をまとめた。計画案は駅前の緑地と水辺を残すもので、市はこれを採用した。さらに、 駅前に残された、キリン地を自然公園にしようという運動も起きた。この案は、市民団体、狛江駅北口に自然公園の実現を目指す連絡会によって、署名運動がなされ、市議会等に請願書が出された。議会は、請願を採択した。最終的に市は、緑地保全地区を受けることを決定し、1987年8月13日、 東京都によって、緑地保全地区に指定された。保全地区が指定されたことにより、都市計画道路は変更され、再開発の範囲も、狛江第一小学校の跡地と店舗部分に縮小された。1995年、狛江駅北口に再開発ビルイコーマ1が完成した。管理区域については、東京都による荒木貞夫邸買収後、1999年から、 整備が始まり、2002年に定期開放が始まった。定期開放して、最初の1年で約1700人の来訪者があった。2006年12月4日、ベザイ天地の深開特作工事が完了し、深さ70メートルの地点から水が汲み上げられるようになった。ありがとうございます。